明けましておめでとうございます小林彩子です新年初めの練馬ホットラインは新春スペシャルトーク今年の練馬区はどんな一年になるのか見どころや抱負などを私が前川昭雄練馬区長にお伺いいたしますさあどんなお話がお聞きできるんでしょうか楽しみです 明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたします <laughs>、うん、こちらもよろしくお願いしますはい、今私たちがおりますこの場所は、えー、石神松の風文化公園なんですけれどもこちらでは昨年、えー、CM 撮影練馬の CM 撮影が行われたり、うん、そして練馬滝技能が、うん、開催された本当に緑が豊かな素敵な公園ですよね、えー、私もあの練馬滝技能、うん 昨年拝見させていただいたんですけれども、うん、もう尺地のこの、うん、あの緑のこの森と、うん、そして伝統文化のこう見事なこう融合で、うん、もうなんかこう優美で、もう幻想的な世界をもうたっぷりと堪能させていただきました。ありがとうございました本当に。ありがとうございます。褒めていただいて感激です。はい、私もね、正直言って舞台を拝見して、いやこんなに素晴らしいと思わなかった。 つまり尺竜の森を背景にしてですね、すねえー、ねあの香りびにね、その、はい、が映ってその中で舞をやったり恐竜をやったり素晴らしかったですいや,いやもう本当にイノウクでね、うん、こんな身近で私本当歩いて来れるような距離でこんな素敵な滝技能が見られるなんて、うん、もう本当に嬉しかったです。すそしてあのその滝技能も本当に印象的だったんですけれども、昨年前学長は。 どんなふうな一年だったと思われますか?。あの、まあ、そもそも私が区長に就任しても二年半、三年近いですね。はい、で、この間ですね、私は何を国民に約束したかというと。改革練馬っていうのを約束したんです。改革です。か不正改革です。で、私が考える不正改革とは何か、それは。政策的に時代を先取りする行政を作りたい。 それが私の念願なんですね。で、しかもそれを区民の皆さんとの共同、区民の参加をいただいてやっていきたい。それを両方やっていきたいと代表配ったで。で、そういう発想でいろんなことをやってきました。ちょっと例を申し上げますと、例えば今の保育所の待機児童が問題になってますよね。で、これをね、ただ保育所を作ればいいってものじゃないんです。いろんなことを総合的にやらなくちゃいけない。で、そのために一つは 幼稚園と保育所を一体化するっていう一元化も必要だと私は思っています。そのために練馬こども園っていう区独自の養蜂一元化施設を作ったり。はい、そしてまた高齢者の方についてもですね。うちに引きこもらないで地域に出てきてもらう。らうそうそう。えー、そのために気軽に立ち寄って相談したり楽しめる街角ケアカフェを作るとか。ええー、素敵ですね。はつらつシニアクラブを作るとか、いろんなことをやってきました。 えー、区の悲願である大江戸線の延伸、えー、ここまで伸ばしたいんですけど、ずっと先まで、ね、ねえー、なるほど。それもね、国と都に働きかけて、なんとかもうほぼ確実にしましたので、いろんなことをやってまいりましたが、そういったいろんな取り組みがだんだん本格化して花開いた年かなと思っています。去年は、改革をいろいろ、ね、された年だったわけですね、えー。それがだんだん地に足がついてきたと言いますかね。はい、で、おかげさまでそういうことがあの。 私のも少し手前味そうになりますけど評価を頂い,いて民間の調査ですけどね練馬区は23区の中で一番子育てがしやすい区であれは家族と暮らしてみたい区のナンバー2とか選ばれましてですねこれからもっと頑張らなくちゃと思ってます。そうででですすすすすかまま楽しみですねね私はは、ねうん、小中高実 この練馬で育ちましてそして今も <laughs> 進み続けているわけなんですけれども <laughs>、はい、駅ごとにこう買い物しやすい商店街なんかがたくさんあって私はどこに住んでもあのとっても住みやすいなというふうに感じています。うん、あの前さんは えー、練馬に三十年以上もお住みだというふうに32年経ちましたね32年です,ですかです、ね、もうね長いですね,、うん、ねお住まいだとお伺いましたけれどもこの練馬の魅力っていうのはどんなところだと思われますか練馬区ていうのは東京という大都市の都心から電車で三十分もかからないですよ、ね、そうですね本当に近,本当近くなりましたよね主宿からだと二十分ぐらいですよ、はい、しかもそれでいて緑は豊かで農業があって、はい しかもいろんな伝統があるその中にねお話があった商店街があったりいろんなまあ施設があったりするそういう素晴らしい街だったつまり大都市としての魅力と郊外としての魅力と両方あるわけですよ。そういうまあ ああ私が育った鹿児島よりも今や練馬の方がいいなと私は思ってますけど本当ああ、ね、都心に近いからやっぱり通勤するのも便利ですしですであの子どもたちを育てるのにも、ね、本当にこの自然が豊かで、うんうん、先ほどもあちらの方でなんか子どもたちが一生懸命遊んでるのがちょっと見えたんですけれども、うん、あの本当に子育てするには素晴らしいところなんじゃないかなと私も感じてます。ととと言っても今年一番の話題というと 独立70周年ということだ、ね、と思いますけれども、うん、あのさまざまなこのイベントを企画されているかと思うんですが、ちょっとここで今年はどんなことがあるのか、えー、区民の皆さんに教えていただけませんでしょうか。はい、<laughs> まず3月に練馬こぶしハーフマラソン3回目ですがこれをやります。はい、その後4月にテレビまりをやり。 前あの確かね照姫役でね。遥かか方ず随分前ですけど高校に確か2年生の時時そうなんです高校2年生の時に食事公園をずっと練り歩いてそういったことを皮切りにですね子ども祭りだったりあるいはあの。 もちろん滝技能もまたやりますし記念式典もやって練馬区をさらに発展させるための一つの節目にしたいんですがただそれだけではなくて当然イベントとしても楽しいものにしたいなと思ってますから区民の皆さんと参加もいただいてですね5次業ぐらいやるのかな確か面白い授業をやるつもりなんですがそれをやってそして区民の皆さんの参加と共同をもっと楽しくね夢のあるものにしてそうそう一緒にまちづくりを進めていこうとそう思ってますね。 ななんかあの素敵なロゴもででできたそうです、ね、そううすすねね豊かな緑があってそのいわば緑の風が吹いてその中に所々にきちんとした盛り場がありそれから公園がありそしてまた区民の皆さんがやったりいろんな文化事業がある、はい、そういう街を作りたいなとそう思ったんで緑の風吹くその緑の風を象徴するロゴなんか爽やかな風が吹いてる感じでしたあの葉っぱの,、ね、あああの感じですよね。うん、本当に ぜひだから緑の風吹く街にしたいと思ってますから区民<ー>の皆さんとですね、はい、一緒に頑張らせていただきます区民、うん、の皆さんと一緒にご参加していくということですね もう楽しみなこのイベントがもう目白押しなんですけれども、ええ、あの先進的な政策を練馬区はされていらっしゃいますよね。はいはい、全国初となる練馬こども園をえ創設して子育て支援を推進したりあと練馬の未来を語る会ではたくさんの区民の皆さんと一緒に膝を交えてお話をされたというふうに伺いましたけれども。 あの練馬区長があのこう進めている、前閣市長が進めていらっしゃる、えー、新たなこの取り組みというのは、どういうところを目指していらっしゃるんですか。うんあのーまあ、いくつかあるんですけど、大きく言えばです、ね、3つありまして、ね、1つは、ね、区民の皆さんと、まあ、いわばひを交えて、ね、いろんな形で話をしたいと、だから区長と語る会というのをです、ね、もう何十回もやってきました、これまで、ね。 まあそれはまあ場所によってね町によっていろんな意見が出ますけれどもそれをやっぱりきちんと受け止めなくちゃいけませんからそれをずっとやって今後ともやっていきたいと思っていますがこれからはですね今まで以上にもっと小さな集会小集会をたくさんやっていこうと思っています地域の皆さんの意見を直接聞いてそれを行政に反映していきたいというまあそれが1つですね。から2点目はですねやっぱりその区民の皆さんと一緒にその行政を実際にやっていきたいと。 例えばあそのためにいろんなものを考えてますけど、はい、緑の,その緑のなんて言いますか、ね、維持あるいは緑を増やすこと、はい、それが一番大きな練馬区の魅力の一つでもありますよね。そ,すよねそのためにね、はい、それも区民と一緒にやりたいとつまり緑っていうのはみんな賛成するんだけど例えば落ち葉があったりとかいろいろ問題があるじゃないですか、えー、それ格論になるといろいろ意見が出てくる、うん、それじゃまずいんで。 区民の皆さんとと一緒に緑を増やすとそのための緑の区民会議を作りたいとかですねあるいは福祉サービスもそうですね、はい、単に行政が一方的に提供するだけではなくて高齢者の問題であれば高齢者の皆さんと一緒にその相談をやってもらったりとかサービスをやってもらったりとかそういったいわば区民サービスを一体であるっていうのが2点目ですね。はい、そしてもう一つは やっぱりイベントもやりたいですよね。イベントですよね。ねそうそのその滝井納もそうですが、<ー>さっきお話があったテレフィー祭りもそうだし、練馬祭りもそうだし、七十周年いろんなイベントをやりますけれども、それをそれに代表されるような区民参加、区民と共同のイベントをやっていきたい。この三つの意味でね、えー、区民の参加と共同を考えていきたいなと、そう考えています。さて、えー、練馬区のイメージアップキャンペーン、 よりどり緑練馬の昨年のテーマは願いの木ということだったんですけれども、あのたくさんのこの練馬の未来に向けてこう思いを込められた願いがをたくさん集まったようですね。はい。おかげさまで、はい、あの大変参加した方にも喜んでいただいてですね、いろんな思いを教えていただきました。やっぱり一番多いのは緑の豊かな。 町であり続けてもらいたいっていたとうのが一つとやっぱり当然ながら区民サービスが充実をしてですね区民の皆さんの思いに応える町でもあってもらいたいとかね、まあ、そういったことですねそれから一番印象に残ったのはこういう CM を作って区民と一緒に作ってもらったとそれが大変嬉しかったし練馬区民であることを誇りに思うという思い。 嬉しいですね,で,すねでもシー m を作られるのがかなかなか、ね、おかげさまでね、はい、よりどりみどり練馬のキャンペーンっていうのは大成功だったなと思ってますからす、ね、ただここで安住しないでこれをさらに発展させて、はい、今年の70周年記念イベント自体をですねこのよりどりみどり練馬の集大成にしてそこからまた新たに前に向かって進んでいきたいなと思ってますけどね。なるほどよろししくお願いします そして実は私もですね、苦いの葉っぱを描いてきました。<う>こちらなんですけど、<laughs> じゃん、えー、笑顔の輪が広がる練馬ということにしてみたんですけれども、なるほど、はい、素晴らしいですね。これはですね、あの私今あの練馬の地域の番組に出させていただいておりまして、その司会を担当しているんですけど、うんうん、毎週あの。 練馬区で活躍される方にゲストにお越しいただいてるんですが本当に文化の方芸術の方からアスリートから地域に根ざしていらっしゃる方からも本当いろんな方いらっしゃっての幅ががすすごく広ったんでねそこからまた笑顔がたくさん生まれてとっても素敵なご縁をいただいたなと思ってるんですけれども。 これからも今年もね、どん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 あのそういったこう笑顔を、ね、増やしていけたらいいなという,そ,う、ね、そんな思いを込めましてこ笑顔の輪が広がる練馬というふうにししていました、はいままたありがとうございます <laughs> 私もそういうその小林さんの願いが叶うようにです、ね、<laughs> 幼児の笑顔、小学生の笑顔、中学生の笑顔<笑>、えー、そしてまた、ね、高齢者の皆さんの笑顔何よりも働いている皆さんの笑顔それが輝く街にしていきたいと思います。 あの本当に今年はねやっぱり記念の年もう70周年ということになりますけれども、うん、これからの区長さんの今年の抱負と、うん、それから区民の皆様へのこのメッセージをぜひお願いいいしたいと思います、はいえーまあ、今でいろいろ話してきたことはまあ全て入ってるんですが「緑の風吹く街練馬」をですね実現するために区民の皆様とともにいろんな政策を総合的に進めて 子どもたちに誇れるですね、豊かで美しい街を作って、次の世代に引き継ぐと。それが区長の責務ですから、全力でやろうと思っています。はい、どうかよろしくお願いいたします。藤田厚生、よろしくお願いいたします。はい。はいえー、私も、あの練馬区民として、住み続けて、本当に、あの、良かったなと思っています。あの、今日は、前川区長から、あの、貴重なお話を。 たくさん聞かせていただきまして、えー、本当に練馬区のこの未来をね、こう見せていただいたようなそんな気がいたしました、えー。新年の初めからこう元気が湧いてくるようなそんなお話でとっても楽しかったです。貴重なお話本当にありがとうございました。ありがとうございました。